はい、では大島和也選手に質問です、はい、よろしくお願いします。はい、まずはドライバーが思うスーパーフォーミュラの魅力とは何でしょうか。異次元のコーナリングスピードじゃないですか。ニューのアタックはもうすごいっすありがとうございます。じゃあ2問目、スタート前に国歌の演奏ってあるじゃないですか。その国歌の演奏の時はドライバーさんはもうあの時間っていうのはどんなことを考えているのかなっていう質問です。僕は比較的無かもしれないです。落ち着かせてます自分を。予選行く前なんかは結構気持ち高めていくけど、うん、レーススタートする前はなんか落ち着かせていく。逆にね、わかりました。じゃあ3問目、以前ですねツーシーターフォーミュラっていうのが、覚えてます、はい、大島さんがお客さんで乗って運転してもらうならどのドライバーに運転してもらいたいですかという。誰でもいい。今すごい嫌な顔したでしょ。誰でも嫌ですね絶対危ないですよそんなのあえて言うなら、じゃあ無茶しなそうな石浦さんとかに。意外にでも仲がいいからヒーヒー言わしちゃうじゃないですか。大体みんな調子乗るんでそういう時。逆にじゃあ後ろに乗せるなら誰を乗せて運転してやりたいですか。カムイとか乗せてみようありがとうございます。はい、じゃあ4問目、ドライバーの皆さんはレース中に飲み物を飲んでると思うんですけど何を飲んでますか。アミノバイタル、水に溶かして飲むみたいな。飲む量って決まってきてるんですか。飲み切ったことはなかったと思う。あ、そうなのね。結構チェックは受けた後にバーって飲むからなるほどなるほど。じゃあ最後の質問です。もしルーキーレーシングが2大体制になった時、チームメイトになってほしい選手がいればそれは誰ですか。その時一番速いドライバーがいいですね。その時一番速いドライバー、メーカーとかそういうの関係なく。関係ない。フォーミュラーってやっぱなかなかね、常にトップの車で走れるわけではないし、はいはい、やっぱ常にこのチームメイトに勝ってればっていうなんか比較になるんで、たとえビリだったとしても、うんうんうん、あいつの前だったらすごいねって言ってもらえるようなドライバー。なるほどね。やっぱりルーキーにずっと立ち上げからやってるから、2大体制にはしたいなっていうのは。はい、わかりました。はい、質問は以上です。はい、はい、大島選手ありがとうございました。ありがとうございます。